ヒルミファクトリーレディオステーション、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか、ね、寝る前にねちょっとおしゃべりお付き合いくださいっていう感じですね。もうね日曜日の夜ですから、もう日曜日からスタートなのか、日曜日が終わりなのかっていうのでね、今週も頑張りましょうっていうのがね、今週終わって始まりっていうのかどっちかよくわかんないんだけど、そこは未だに、まあまあまあね、日曜日の夜ということでよろしくお願いいたします。どうですか皆さん、もうね寒くもなりました。もうね秋、まあ天気はいいんですけどね、まあ朝晩結構ね冷える時はぐっと冷えて、本当はねこの秋晴れのいい時期にね遊べたらいいんですけどね、なかなか一日遊べるっていうなかなかないんですよね。でもねちょこちょこね YouTube 撮ったりとかもしてますし、ただね編集が間に合わないです。本当にね撮ってはいるんですよ。でそれを編集しないといけないというね、ある程度あらへんというつなぐだけでもですね、僕がつないでですね、それを最後仕上げてもらうっていう感じでやってるんですけど、その編集がねなかなか間に合わないんですよ。僕がやろうと思っても寝ちゃうし、大抵朝やるんですよ。朝早起きで早く起きた時に、朝からやるっていうのをね、仕事行くまでにやるっていうのをやってるんですけど、それでもなかなか進まなくてですね、頑張ります。もうとにかくやっぱこれ YouTube を一生懸命やってる人たちはこれ大変だろうね。これ毎日上げてる人なんてどうやってやってんだろうなと思うね。まああんまり編集しないのもしてるだよな、するよねやっぱりね、どうやってもね。だから結構大変だろうなと思うな、これ。まあそういうスタッフがいてね、チームがいてやってたら大丈夫でしょうけど、一人でやってる人とかやっぱそう上げられるもんでもないよね。なかなか時間もかかるしね、とにかく編集が大変というね、そんな感じでやっております。まあ、ここのところね YouTube で上げてるのが、まあ僕のね、ゴミ拾い動画とかですね、全部のバイク走ってみるとかね、 BM が治ったぞとかね、そういう感じでやってますけども、最近ではのね BM の茂木くんね、いいキャラクターですよね。 BMW のね 100RS が大好きっていうね、なかなかいいキャラクターでですね、いい人だしね。でもなんか本当にあのオートバイしか直さないっていうね、他はやったことがない職人さんですよね。だからね 100RS に乗ってる人はね、茂木くんのところにね持ってってください。本当に、喜ぶと思いますよ。本当に好きみたいだから BM がね。いや BM でもね 100RS だけっていうのがね、こだわりがいいね、ああいう人面白いです、好きです。はい、全部のバイク走らせてみるっていうのをやったんですけど、友達呼んで、まああれ実際にはね正確には全部ではないんですよ。まだ他にもあるんですよね。まだ今修理出してたりとかするのがあるので、それを今度ね本当に全部、一斉に走らせてみるっていうのをねやってみたいと思いますが、やっぱりねあんだけ集まると迷子になったりね、集合場所になかなか来れないとかっていう人もいたりとか、帰りもねなかなか帰ってこないっていうね、まあバイクのね調子いい悪いもあったり、あまりオートバイに乗るのね慣れてなかったりとかするとね、そういうことなんですよね。まあいろいろやってみてね、あ次はこうやろうとかね、そういう思いながらやってますよ。だからゴミ拾いはね本当に皆さんにね申し訳ないなと思いながらやったんですけど、あれは俺はまたねゴミ拾い動画パート2っていうのをねやってみたいと思う。意外と楽しい、やってる方が楽しい。もうね伝わらないけどやってる俺は楽しかった。ゴミをゴミだと思うとねなんかあれなんですけどね、意外とねうわこんなところに金脈がなんて思いながらやると面白いんだよな、ああいうね俺が自分で面白いっていうのをねやっぱりやっていくっていうのが一番いいかな。なんか楽しいですよやっててもね。なのでこの辺もねまたねお見せすることがあると思いますけど、ね、なかなかねもう本当に撮るには撮って編集も進まないっていう状況でやってますからね。まあでも頑張ってお届けするようにしますので、もう今週一体何やったかってもう最近ね思い出せないっていうね、もう年だな
本当に。なんかもう一日があっという間に過ぎちゃうので、なんかこうあれもうこんなんなんだとかと思っちゃうし、ニュースをね、ニュース朝ニュース見てて、あこのニュースがこうだったああだったなんていうのをねチェックしながらこう思い出さないと、なんか俺何今週したっけなとかって思ってんだよな本当に。ここ最近、あそうだ、ここ最近ではね、細木先生ね本当にあのお世話になりました。あの細木先生とはねもう結構付き合いが古くてですね、細木先生がテレビに出る前なんですよね、前にまだテレビとか出られる前にお会いしたんですよ。その時になんか随分あんたいいわよと、あんたはねいい大丈夫よなんて言われて、俺その時細木和子というあの占いの先生だってことを知らなくて、であそうっすか俺いいんすかとかって、俺のイメージではまあ本当に、雰囲気があの全然変わらない感じだったので、なんかこうゴージャスな感じで、俺はねなんかなぜかね、なぜかあ料理研究家の大先生だとかってちょっと思ったのね。でこの人なんでこんな俺のことね、あいいやあんたいいわよなんつって言うのかなと思ってて、でそれまあ食事が終わって帰りがけに、まあのりちゃんも一緒だったから、のりちゃんに、のりちゃんあの人さなんか随分俺のことなんかいいよとかって言うんだよねなんて言ったら、バカあの人すげえ占いの先生ですごい人らしいよなんて言って、知らないのなんて言われて、あそうなのって、だからだなんていう話があったのがもう20年以上前かな。それからテレビに出るようになったりとかして、あんたテレビやることになったから出なさいなんて言われて、呼ばれて行ったりとかっていう感じだったんですよね。でなんかあんたはね7回私に会いなさい、そうするとね運がいいとかって言われて、結構ね呼ばれてご飯食べたりとかもしてたんですよ。お世話になりましたしね、本当に豪快な人っていう感じで、本当にねご冥福をお祈りいたしますって感じなんですけど、本当に素晴らしい先生だったと思いますね。そんなニュースも入ってきたりとかね、俺ね驚いたの、もう本当もうバイキングでもう散々やったから申し訳ないと思うんだけど、小室圭さん仲直りしてよかったねって感じね、もう本当に最初からそうすればよかったのになと思ってね、アメリカに行く前にねそんな感じになってよかったと思いますっていう軽いこんなね軽いこういう情報を言うというね、そんなのもあるんだなやっぱりね。明日はねあれですよ、平尾先生、平尾正明さんのチャリティーゴルフっていうね、平尾先生が生きてる時からやっていたチャリティーゴルフがあって、それに、ちょっと行くというね、だからちょっとね明日はねゴルフをやるってちょっと嬉しいんですけどね、昔はねギャラリーで行ったんですけどね、今こんな感じなのでギャラリーはなしらしいんですけど、ギャラリーが入ってる時はねなんか応援してくれたりなんかしてね、ちょっと嬉しかったりなんか、下手なのにナイスショーとかいろいろ言ってくれるから嬉しいなと思いながらねやっておりましたけど、明日はねそんななんですよね。だからまあこの11月のこの真ん中ぐらいになってきて、もうそろそろね多分お正月番組とかも始まると思いますね。まあ大体1ヶ月ちょい先ぐらいな感じでテレビって動いてると思うので、なので、もうそろそろね俺たちはね、明けましておめでとうございますとかね、2022年どうしましょうか、頑張りましょうかなんていう話をしながらねテレビもやるようになってるんだと思いますけどね、そんな感じでですね、もうそろそろもう多分始まりますよ、もうそんな時期ですよね。まあそれはそれでね楽しいんですけど、まあそんなとこかな。まあ皆さんね、あそうだ、テスラ情報ね、テスラの方もですね、いろいろ進行しておりますんで、エアロの方もですね、ロケットバーに三浦くんがですね、いい感じにデザインも上がってきてですね、進行してるというね、それとですねテスラ3、ちょっとローダウンもしましてですね、その辺の動画もですねまた近いうちにね、お見せできることが
あると思いますんで、よろしくお願いいたしますね。いろいろ進んでおりますよ。皆さん、ね、明日は仕事も早いと思うんで、まあもうね、月曜日になって聞いてる人もいると思うのでね、今週もまた皆さん頑張っていただきたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。